最近エレールのこと好きすぎてクククって笑い方面白いなとか思ってたのに、自分もそうなる時がたまにある。それがきっかけで いじられたりしなきゃいいけど、エルはされたからね。昔学生時代にあなたの周りの子たちが優しいことを願うわ。私と同じ運命をたどらないように。これはお守りよ。もしあなたがピンチになったら、このお守りがあなたのことを守ってくれるでしょう。俺の笑い方をいじるなよ。あいつらに言ってやったぞ。これもエレールのお守りのおかげだ。エレール、あのお守りやっぱり聞いたよ。ありがとう。お守り？ああ、あれのこと？それ開けてみなさい。え、あ、開けていいの？何も入ってない。そうよ。そのピンチをあなた自身の力で切り抜けたということ。私は何もしていないわ。そうだったのか。もうあなたは一人前ね。私の力なんて必要ない。待って、エレール！行かないで！そうしてエレールはまた、勇気のない少年少女のもとへと